ナンバーワン決定トーナメント、絶滅動物最強王図鑑。最強だったのは誰だ。対戦トーナメント、2回戦。4、史上最大級の巨大グマ、アルクト・デリウム。分類、食肉目クマ科アルクト・テリウム属。生息年、200万年から50万年前。生息地域、南アメリカ。体長350センチメートル。食性、肉食。前回の戦い、バーサスエンボロテリウム。パワーあふれる巨獣同士の対決は、アルクトテリウムの噛みつき、エンボロテリウムの突進と互いに持ち味を発揮。一進一退の攻防が続く中で勝負を決めたのはアルクトテリウムの剛腕。渾身の一振りでエンボロテリウムの首をねじ曲げ、相手に瀕死の重傷を負わせた。アマゾンの大怪獣、プルセサイルス。分類、ワニ目アリゲーター科。生息年、1000万年前。生息地域、南アメリカ。体長1100から1300センチメートル。食性、肉食。恐竜サイズの超巨大ワニ。現代のワニの一種、カイマンに近い。まだ全身の骨格が見つかっていないが、推定される大きさはワニの仲間としては史上最大級。水辺に潜み、近づく獲物に襲いかかる獰猛な捕食者だったようだ。ワニの噛む力は動物界でも最強クラスであり、プルスサウルスもとてつもない顎の力を誇っていたのは疑いようがない。噛みつかれてしまったら、獲物に待っているのは確実な死の運命だけだ。人間も人のみの大口。頭の骨の大きさは150センチもあり、他のワニに比べると口の幅が広い。大きな口でしっかりと獲物を捕らえて水中に引きずり込む。肉に突き刺さる巨大な歯。口の中には大小さまざまなサイズの歯がずらりと並ぶ。最も大きな歯は長さ10センチ。波の大きさの獲物なら一噛みで致命傷を与えるだろう。対戦ステージ、水辺。プルスサウルスと比べると、さすがのアルクトテリウムも子グマのよう。あまりにも巨大な相手に得意の張り手は通じるのか。アルクトテリウムが馬乗りパンチで先制攻撃。プルスサウルスは威圧感たっぷりの巨体を揺らし、アルクトテリウムに迫る。だが地上ではその重さがハンデとなり動きは劣る。アルクトテリウムは素早く相手によじ登り、無防備な背中を痛撃。アルクトテリウムが背中の上でやりたい放題。ラックオン。素早い動き。クマが走る速度は人間より速く、木登りも得意。地上での運動能力はワニよりもはるかに高い。プルスサウルスのローリング。プルスサウルスは背中の上の厄介者を振り落とそうとするが、なかなか落ちない。そこでプルスサウルスは大胆に体をひねり、ゴロリと横転した。背中にしがみついていたアルクトテリウムは巨体の下敷きに。ラックオン。ワニの横転。ワニの仲間の胴体は細長く、地上ではゴロゴロ転がる様子もよく見られる。背中の上も安全地帯ではない。プルセサウルスが力でねじ伏せる。
アルクトテリウムはプルスサウルスの下から這い出すが、体のどこかを痛めたのかほとんど身動きが取れない。プルスサウルスを追い払おうと腕を振るうが、逆に噛みつかれて腕もズタズタになり勝負あり。プルスサウルスの勝ち！